今日は文字の足し算引き算をやるよポイントね文字の足し算引き算 2x プラス 3x こんな式が出てきたらどうする考え方はこうだよ 2x っていうのは x は何個 2x だから x が2個ね 3x っていうのは x 何個 x が3個つまり x が2個と x が3個を足すとどうなる考えるのは数字は 2たす3だから数字は5文字は x についての話だから文字は x こうして数字文字の順で考えようこれさえ忘れれば大丈夫じゃあ問題見ていくよじゃあ例題ね次の計算をしよう見ていくと丸 ① が 3x プラス 2x この計算をしよう 出てきた、ね、文字の足し算じゃあどうする考え方はこうだよまず 3x 見て 3x は X が3個 2x は X が2個3個と2個足すとどうなるそう3個と2個足すから3足す2は5ね数字は5じゃあ文字は、X、についてての話から文字は、X、そして X つまり、X、が5個になったこれが答えだよ じゃあ2番も同じ発想で見るよ5 a ス7 a これはどうなる ?5a っていうのは a が5個それから引くことの 7a っていうのは a が7個つまり5く7から考えると数字は5く7はス2が残るね文字は a について7してから a 答えはス2 a だよ次見ると ③ y 2y プラス y これも同じよよううに考えようまず y って何だっけそう大事な数字ついてないけど y と書いてたらこれ見えない1があったんだよねだから y が1つそして 2yy が2つ合わせると 1+2 はそう3だね文字は y だから y と書こう 3y が答えだよじゃあ4番見よう今度は 99x+x プラス。X 大きい数字出てきたけどやることは同じ 99xx が99個プラス xx の前には見えない1があるから 99+1 は100だよねだから数字は100そして文字は x についての話だから x 答えは 100x になるよじゃあ練習ね次の計算をしよう 丸一見るとマイナス y プラス二プラス三 y ね。ちょっとこれまでと違うパターンだね。どこが違うか見よう。マイナス y とプラス三 y。文字の足し算は分かった。ただ間にこのプラス二っていう余計なのが入ってるね。ただやることはそんなに難しくないよ。文字は文字、数字は数字で考えると、まず文字の部分マイナス y とプラス三 y。これを考えよう。マイナス y とそれからプラス三 y。 そしてその後にプラス2をくっつけようそして文字は文字数字です数,数字は数字で考えるからこの部分マイナス Y プラス 3Y 考えて後からプラス2をくっつけようじゃあどうするマイナス Y プラス 3Y はマイナス Y というのはここ見えない位置がついているからマイナス 1Y とプラス3つまりマイナス1とプラス3を合わせるとうんそれは数字は2で文字は Y だから 2y なるねこの波線の部分は2、y、になるよ。そして文字がついているものにお尻のプラス +2 をつけるからプ +2。で 2+2 はこれ以上整理できないからこれが答えね。じゃあ次2番は4 x ラ5 5 x 考え方は同じだよ。そう 4x とプラス +5x 文字がついているものとス5文字がついてないもの分けて考えるよ。 文字がついているものは 4x プラス 5x 文字は文字そして数字は数字で整理すると 4x プラス 5x この部分はどうなる4たす5は9になって文字は x だから 9x 波線の部分は 9x になるよそしてマイナス5もくっつけるからマイナス5と書く 9x マイナス5はこれ以上整理できない形だからこれが答えね。じゃあ丸 ③ ね 今度は 5a マイナス括弧の6マイナス a これを計算するよ。今回ねちょっと難しい形あるよね。5a わかるマイナスわかる括弧6マイナス a マイナスがついた括弧の6マイナス a これって計算どうするの？そこで注意ポイント見てね。注意マイナス括弧6マイナス a の括弧の外し方この形どうやって括弧を外すの？それは こういうふうに考えるマイナスの括弧6マイナス A このマイナス部分は括弧の中身全体にかかってくるよ前の部分と後ろの部分つまり6の部分とマイナス A 両方ともにかかってくるんだよじゃあ見ていくと6にマイナスをかけるんだから6には符号マイナスになるそして忘れちゃならないのが後の方マイナス A にもマイナスがかかる つまりマイナスとマイナスだから符号はそうマイナスとマイナスはプラスになるからプラスになって文字は A つまりマイナス6プラスまり a になるよ。このマイナスは括弧の中身両方にビョンビョンとかかるこういうイメージを持とう。じゃあ問題見ていくと6、a、まず考えるのはカッコを外そうこのマイナスの符号を中身にビョンビョンと両方ともかける。そうすると 五 a とマイナス六。そしてマイナスかけるマイナスだから。これがプラス。になるそして a が残る。これだったら、さっきまでの式と同じね。文字の部分。五 a とプラス a。先に計算すると5。五足す a つまり一は5。五足す一は。六。そして文字は a。残ったのがマイナス六だから。整理すると六 a マイナス六。これが答えだよ。 じゃあ次四番は 3x プラス 2-2x-7 同じ発想で計算するとまず最初の 3x プラス2の括弧はこれそのまんま外せるよね括弧の前に符号がなければそのまんま外せる 3x プラスそして重要なのはここ括弧の前にマイナスがついてたらビョ,ンビョンと両方ともにかかるマイナスの 2x そして忘れちゃならないのが マイナスとマイナスママイナスとマイナナススとは合わせるとプラスになるからこれはプラスの7ねじゃあ計算しよう文字は文字数字は数字で整理すると文字は 3x とマイナス 2x これを整理すると3く2は1文字は x だから x と書こうそして数字の部分はプラス2とプラス7だから 2+7 は9で9。 x プラス9これが答えだよ今日のポイントね文字の足し算引き算は 2x プラス 3x 見たら2足す3は5文字は x この方法を覚えれば大丈夫だよ